こんにちは、柴田です。今回のネタはこちら、デジテックのワーミー DT になります。千葉管楽器さんからお借りしてまいりまして、いつものようにですね、レビューを撮ろうと思って家で鳴らしたんです。そしたらですね、思っていた以上にめちゃめちゃ良かったので、こちらですね、私シーバードが購入させていただくこととなりました。これワーミー DT、 どういう風なエフェクトかというと、ワーミーとドロップ、デジテックのドロップですね、チューニングをダウンできるという優れものの機械なんですけれども、その2つが組み合わさったエフェクターです。ただですね、うちにはですね、今ワーミーが別途3台ございます。ワーミー2、ワーミー4、ワーミー5、そしてマルチエフェクターの中にもワーミーが入っていて、それ以上必要ないじゃないかというところではあるんですが、やっぱりね、これ2つが1つになってるっていうのは非常に便利で、購入させていただくこととなりました。そこでですね、ワーミーがそんなにたくさんあっても使うわけではないので、今回このワーミー4とデジテックのドロップ、先ほどのワーミー DT はこれが組み合わさったものになるんですけれども、要はこれが必要なくなるわけですよ。なので今回これを千葉管楽器さんに下取りに出させていただいて、ワーミー DT を購入しようかと思います。そしてその下取りがですね、いくらになるのか、マイスターにですね、査定をしていただこうと思います。はい、これから千葉管楽器さんにお伺いするんですけれども、この際ですね、他の使ってないエフェクターも下取り出しちゃおうというところで、今回追加いたしました。ロックトロンのメタルプラネット、そして同じくロックトロンのナイトロで、ワーミー4とドロップ、そしてデジテックのトリオとムーアーの GE100、 こちらをですね、本日下取りに出したいと思います。こんにちは、柴田です。千葉管楽器へやってまいりました。こんにちは、マイスター。はい、ちょっと LINE でお話しさせていただいたんですけれども、はい、このワーミー DT ですね、非常に良かったので、僕が欲しいなというところで購入させていただきます。はい、でそれによって僕ワーミー2、ワーミー4、ワーミー5と思ってて、で4はね、必要ないなというところで、これをまずですね、買い取っていただいて、でドロップもいらなくなるじゃないですか、 DT あればありますからね。はい、でこの2つがいらないなというところだったんですけれども、ついでにちょっともろもろ使ってないものも下取りに出させていただこうと、これを購入するというふうな形で、これからマイスターに下取りの査定をしていただきます。はい、分かりました。マイスター、査定ありがとうございました。お疲れ様です。お待たせいたしました。今動作チェックをですね、していただきまして、金額が出ました。はい、で僕が今回ね、購入したいのはこれ、ワーミー DT ですね。これが16,800円というところで、目標はここに達するようにというところで、このエフェクター群6つですね、査定していただきました。もう早速ですね、合計金額からもうズバッと一回お聞きしてよろしいでしょうか。はい、こちらすべて合わせまして28,200円。お、28,200円。はい、全然オーバー、1万円以上オーバーしましたね。はい、想定よりも。いや、素晴らしい。はい、内訳聞いてもいいですか。そうですね、まずこちらから、ディティクワーミー4の方がお買取がまず、査定金額6,000円と。6,000円。はい、ですね、こちらのムーアの、はい、ムーア GE100、 こちらが、3,000円。こちら3,000円。はい、でディティクのドロップですね、ドロップこちらの方が5,000円。5,000円。はい、でディティクトリオバンド、こちらの方が6,000円ですね。6,000円。はい、
でこちらの方、ロクトロンのメタルプラネットですね。こちらが2000円。でこちらのロクトロンの2トロですね、はい、これが1500円。はい、でなんですけども、この金額ですね、今回、複数個、持ち込みというのと下取りというところがありまして、お買い取りが、全部で2万3500円なんですけど、はい、20% アップのキャンペーンしてますので、はい、20% アップ、はい、お下取りというところでですね、高く買い取りできております。で2万8200円となると思います。それで2万8200円と、はい、20% アップっていうのは何点か一緒に持ってくればっていうことですね。そうですね、下取りも含めてなので、うーん、はい、買い取りすることができます。という感じになりました。いかがでしたでしょうか。これで心置きなくですね、購入できますね。まあ、今回はあの箱全体的についているというところが高額査定だと思います。はいはいはい、大体ほとんどの方は箱を邪魔で捨てちゃうってことが多いですけれども、次中古で買うときにお客様としてはやっぱ安心度が違う。やっぱり箱付き、まあ、全部ついてほしいというのがあると思いますね。皆さんお聞きしましたか。箱はやっぱり取っておいた方がいいっていうことですね。結構ねかさばるんで家で置く場所にね困ったりして捨てちゃいがちなんですけれども、箱は取っておくと。でエフェクターはやっぱりあれですよね、回転率がいいというか。そうですね、割合としてはあの中古の販売価格としては割合的に高い買取だと思います。やっぱり買って箱取っておいてそれを売って、まあ、僕みたいにまた別のものを買うというふうなののなんかループみたいな、そうですね、そんな感じでご利用すればいい感じですかね。下取り、下取りが一番いいと思います、ね。はい、今回はマイスターに下取りをしていただいたという動画になります。ワーミー DD のレビューはまた撮りますので、じゃあ最後に一言お願いします。下取りですね、お待ちしておりますのでお申し込みください。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。